はい。それでは、一番最初の講演、私の高井の方から、始めさせていただきます。司会者の方、画面の共有をお願いしてもよろしいでしょうか。ちょうど今、皆様の画面には、教育関係者向け暑さ対策セミナー、大阪府内の気候変動についてというスライドが映っているかと思います。私、大阪気候変動適応センターの高井と申します。最初の講演を務めますので、皆さん、ゆっくりと聞いてください。よろしくお願いします。で、まず、大阪なんですけど、暑い暑いって言われてますし、昔に比べたらさらに暑いって言われてて、さすがにこう、熱中症で倒れる方っていうのも増えてきているということですので、今回、暑さ対策セミナーというのを、開いているというところです。次のスライドをお願いします。はい。で、まずは本日はその暑い暑いって言われてる大阪の暑さ、これ実際どれぐらい暑くなってるのかっていう過去のデータだったり、それから、気候変動って言われるように、今、二酸化炭素なんかがたくさん出てきて、暑さがどんどん厳しくなるよって言われてるので、じゃあ将来どれぐらい暑くなるのっていうことを、お話しさせてもらえると思います。で、それから、あとは、気候変動の適応っていう言葉があるんですけども、気候変動でどんどん気温が変わったりとか、またその雨の強さが強くなったりとか、そういうこともありますので、それに対して対応していきますっていう対策、こちらを、特に、暑さ対策というところでお話をさせていただきます。それでは次のスライドお願いします。これが、ですね、1800年代ぐらいから、だいたい、百何十年かの、グラフになっておりまして、大阪の気温っていうのは100年間で約2度上昇しております。昔に比べると随分暑くなったなっていうイメージなんです。これ平均気温ですので、だいたい15度ぐらいのところが17度ぐらいまで来てるっていうふうに見えてるんですけど、次のスライドを見てください。8月だけで言うとですね、1900年の前半ぐらいですと、27度ぐらいが最高気温だった。一番暑くて27度だったんですよ。ところがですね、もう最近になると最高気温が30度を超えてしまうと、これ8月の最高気温なんですけど、平均でそれぐらいというところで、そうするともう暑さがなかなか厳しくなってるなっていうのが実感できるかなと思います。次お願いします。はい。で、年間の最高気温については、ちょっとごめんなさい、統計的なデータっていう形では出してないので、これ、矢印は出てないんですけど、なんとなくこのグラフの青い線を見ていただきますと、最近になるにつれて、だんだん最高気温も高くなってるなと。で、横にちょっと数字ちっちゃいんですけど、見てもらいたい縦軸のところが、最高気温の数字になってるんですけど、33.5 が一番下で、一番高いところも39度とかになってると。これもう熱が出たぐらいの勢いで暑くなってるっていうのが現状になってます。で、真ん中ぐらい取ったとしても36度5分と、近年猛暑日というのが何日も続くと言われておりますが、暑さに対して十分に対策を取っておくことが必要な状況になってきてるというのが、こちらのグラフでもよくわかるかと思います。では次お願いします。で、先ほど出てきました猛暑日ですね。こちらのグラフは猛暑日の1年間の日数を表しています。で、昔、例えばその1920年代とかですと、一桁ぐらいしかなかったんですね。5日とか10日になることなんかほぼなかった。みたいな状態がですね、2000年代から後半見てください。20日、下手した30日、1ヶ月ぐらいずっと35度以上みたいな状態になってるということです。そらさすがに熱中症で運ばれる方も増えるでしょうし、暑くて大変だなと。小学校なんかではそろそろクーラー入れようか。もううちの子供の小学校なんかクーラー入ってて、お父ちゃん寒いからカーディガン持っていくわとか言ってるんですけど、そういうような状況っていうのがなってきておりますね。先ほどの挨拶にもありましたように、7月ぐらいからもうかなり厳しい暑さになりますので、十分な対策が必要かなって思っています。次お願いします。はい。で、こちらは、大阪府内で、救急車によって運ばれた熱中症の方の数のグラフになっています。で、一般的に見るときはですね、6月とか5月の数字も入れてるので、少し、数が、違うかもしれないんですけども、7月、8月、9月の合計数を出してます。で、やはり一番厳しかったのは2018年の夏ですね。こちらは、非常にたくさんの方が熱中症で運ばれたということで、棒グラフ少し
高い形になっています。で、皆さん注意するようになったので、2019年、2020年と下がってるようには見えますが、それでもまあ、以前に比べると4000人超えてる状況っていうのは非常にやはりまだ、倒れる方多い状況ですので、今後も十分に注意して、この数がなるべく少なくなるように、私たちもいろいろ工夫したいと思いますし、皆さんご自身の方でも、注意していただきたいなと思っている次第です。次、お願いします。はい。で、ここからはですね、今までのところは昔に比べて暑くなったな、今暑くなったから倒れる人増えたな、みたいなことをお話ししてるんですけども、ちょっと少し先の話、2100年ぐらいの、時代の話をしたいなと思ってます。で、なぜまあ2100年かって言いますと、まあ、世界的な研究機関の方でですね、今のまま二酸化炭素が増え続けると、どれぐらい温度が高くなるんだろうっていうのを予測しているので、まあ、その2100年ぐらいのところを目指してやってます。で、その予測の中でもいくつかありまして、まあ、今、日本全体的にもゼロカーボンを目指すということで、CO2 出さないようにしようっていう努力を、始めているところですね。で、そういう、厳しい温暖化対策、これを取った場合は、それほど温度が上がらなくて済むかなというところで、今、画面に出ている方の青い方の線になります。約 0.3 から 1.7 度ぐらいの上昇になるかなと言われてます。で、全くそういう対策を取らずに、まあ今のまま普通にエアコン使いますとか、自動車のガソリンで走りますっていうような形で行くとですね、2.6 から 4.8 度ぐらい高くなるというような予測がされています。で、このスライドからあとはこちらのその、あんまり対策が取られなかった場合の方の、データでお示ししていこうと思ってまして、一般的というか、まあ、いわゆる4度上昇って言われたような世界では、将来どうなるのかなっていうことをお話しさせていただこうかなと思っています。では次お願いします。はい。で、そのまあ4度上昇、あんまり対策取らずにこのまま行った場合どうなるかっていう中の、先ほどから話が出てる真夏日とか猛暑日の日数について今、画面の方にお示ししています。棒グラフが2本ずつセットになってるんですけど、そのうちの、画面向かって左側の方は、今の状態、平年値って言われてるような数字を、現在気候って呼ばれてる数字を出しておりまして、で、赤く示してある棒グラフはそれに比べて将来どれぐらい増えるかっていうことを示してます。で、まあ、画面の方にも出てますが、例えばその35度以上になる日、猛暑日ですね。こちらは、将来、だいたい2100年前後ぐらいのところになると、60日も増えてしまう。今でだいたいもう30日近く来てるのに、それがですね、まあ、今平年値で言うと10日ぐらいになってるのかな。が60日ですので、まあ、8月、9月ぐらい丸々全部もう猛暑日になってしまうっていうぐらいの状況が、予測されています。で、こういうことになってくるとですね、なかなか暑さ対策っていうのを頑張っていかなきゃならないっていうだけでは済まないかもしれないので、なるべくまずその二酸化炭素を出すことを減らすということも一つ方向性じゃないかなと思います。で、まあ、その上でまだ暑くなるということがあれば対策を取っていく、いわゆる適用ということが必要になってくるんじゃないかなと考えています。では次のグラフお願いします。で、先ほど示したのは大阪市内。の、データでして、で、次に出しているのは、大阪の他の地域ではどうかなっていうのを出しています。で、ちょっと画面が小さいので、もしかしたら、私の地域どれかなって探さなきゃいけないかもしれないですが、このグラフは、また後ほどですね、私たち大阪気候変動適用センターのホームページでも、解説しますので、後日もう一度見ていただければと思いますが、例えば、能勢の方でも同じぐらい、猛暑日というのは増えるということが言われています。他、枚方とか堺でも同じように、暑さの、厳しくなる時期っていうのが、増えると言われておりますので、まあ、大阪全体的に暑くなるんだなっていう予測がされているということです。次お願いします。はい、これも続いて隣の地域になっていくんですけど、熊取などの地域です。で、一番、左下に、あ、ごめんなさい、右下に出ているのが、生駒山ですね。かなり今の時期だと涼しい、まだまだ涼しいところだと思うんですけども、赤いグラフ見てください。生駒山でさえも、猛暑日、35度以上になるような日が少し出てくると、真夏日、30度超える日に至ってはもう40日以上出る、みたいな予測まで出てますので、涼しいから山に行こうって言っても、実は山に行っても暑いみたいな将来も予測されているということになります。まあ、2100年ぐらいの話ですので、だいぶ先の話にはなるんですけども、そういった将来ももしかしたら来るかもしれない。でも、二酸化炭素を出すのを頑張って対策すればそこまでいかないかもしれないと、そういうような予測がされているということです。次お願いします。
で、こちらはですね、もう少し細かい地域別の、グラフっていうのを私たち大阪気候変動適応センターの方では、作っている途中でして、まあ今まだ、夏の日の暑さとかまではグラフに出してないんですけど、平均、年間平均がどれぐらい上がりますかっていうのは、大体細かい地域で少しずつ出していってるというところでして、まあ温度の上がり方で言うと、もうすでに、ヒートアイランドなども含めて暑くなっている都市部、に比べて、標高の高い山間部の方が、まあ、差が大きくなってくるというような予測もされているというところです。次、お願いします。はい。で、暑さが今、まあ、暑さ対策のセミナーですので、ピックアップしてお話しさせていただきましたけども、実は暑さ以外のところでも気候変動の影響が出るということで、ここで簡単に、触れさせていただきます。こちらのグラフはですね、降水量が50ミリ以上、バケツをひっくり返したような雨というふうに言われてるんですけど、そういうぐらい強い雨が降る日数を、発生する回数を示しています。で、こちらのグラフのうち灰色のものが、今の現在気候のものになってまして、で、赤色のものが将来の方の話になるんですけども、大体、その大雨が降る回数、まあ、確率的なものにはなるんですけども、が、将来は 2.3 倍ぐらいになると言われておりまして、まあ、暑さも大変ですが、それ以外にこういった災害への備えとか、そういったことも今後必要になってくるかなと思われています。では、次お願いします。はい。で、暑くなってくると、いろんなところに影響も出てきます。もちろん熱中症の対策っていうのも大変でしょうし、で、先ほどの災害の話も出てきますが、実は、ですね、農業の方では、例えば、ナスが正常に育たなくなるっていうことであったりとか、あと、まあ、観光の方で言うと、もう皆さん実感されてるかもしれないですけど、今年なんかは、開花が今まで一番早かったと言われてる桜の開花。もう、どんどん早くなって、もう卒業式ぐらいで咲いちゃって、入学式までには散ってしまうんじゃないかみたいな状況になっておりますが、まあそういったものもどんどん早くなるというふうに言われています。次お願いします。はい。で、先ほど、もう、ゼロカーボンの話とかもちょっと振っておりますが、まあ、暑くなってる原因っていうのをもう一度、おさらいしておこうと思います。暑くなっている一つの原因として、温室効果ガスというものの増加が言われております。その中でも特に、二酸化炭素というのは人間の、活動によってどんどん増えているということが言われておりまして、その二酸化炭素の増えている量というのを、今グラフの方で示しています。産業革命前は 300ppm ぐらいの濃度だったんですけども、2100年には、最も多く増える場合だと 900ppm を超えるというような予測もあります。こちらの RCP って書いてあるものはそのまあ将来予測の種類でして 8.5 から 2.6 ってあるのは二酸化炭素排出の努力発出削減の努力をどれぐらいしたかということを示しておりまして今人類全体で目指しているのは一番下の 2.6 のところを目指しているというような状況です。まあ二酸化炭素の増える速度っていうのをなるべくゆっくりにして以上増えないようにということを目指すことで、先ほどのその暑さが厳しい状況なども少しは緩和されるんじゃないかなと考えています。次お願いします。で、ゼロカーボンということで、大阪府の方では、この3月に新しい計画がスタートしております。こちらは大阪府地球温暖化対策実行計画という形で発表されておりまして、将来の CO2 排出量を実質ゼロにというところを目指しています。この中には再生可能エネルギーをたくさん増やすということであったり、また省エネルギー、省資源ということもどんどん進めていくというような計画の中身になっておりまして、皆さんの力でより良い未来を作っていければいいかなと考えておりますので、よろしくお願いします。それでは次お願いします。で、そのような、まあ、努力をして、目指している一番少ない場合においたとしても、こちらのグラフの、青い部分の線ですね、だいたい 0.3 度から 1.7 度ぐらいの上昇というのは、もう将来的には仕方がないだろうと言われるような状況になっております。で、この、まあ、1.7 度、平均気温で 1.7 度上がるというような状況に対して、私たちどんどん、対策をしていかなきゃならないので、まあ、今回のようなセミナーを通してであったり、いろんな形で、将来の、気候変動への適用ということを進めていきたいと考えています。次お願いします。そういうことで、気候変動への適用と
いうことが必要です。まあ、何度も繰り返して言ってますが、最大限、努力して二酸化炭素の排出量を少なくするという状況でも、それでも、気温が上がるということが、予測されていますので、その取り組みとして適用という形で、本日は熱中症の対策の一つの適用として、いろいろとお話を、この後も、演者の方にしてもらおうかと思っています。次お願いします。はい。で、まず、まあ、大阪府としての、暑さ対策、いくつか、紹介したいと思います。一つは、この4月から始まっておりますが、クールオアシスプロジェクトというものがあります。こちらのモズヤンの、シールを貼ってある店舗を募集しておりまして、まあ、暑い夏の日、少しでも涼しい場所で涼んでいただくということで、クールオアシスプロジェクトを協力していただく、施設、店舗を、募集しておりまして、こちらのシール貼ってあるところで、少しでも暑い時は涼んで休んでくださいというような、情報提供をさせてもらっています。次お願いします。はい。で、その次が、クールスポットですね。こちらは、街中などに、例えばミスト、霧のようなものですね、を出して涼しくする空間であったりとか、日よけを作るとか、そういった形で、少しでも、暑さが和らぐような、場所、クールスポットを、作っていくというような事業もやっております。今こちらに出ている写真は、大阪モノレールの駅ですね、万博記念公園駅の中で、ミストを出していますとか、そういった写真を、載せているところです。次お願いします。で、あと、環境省の方からは、熱中症予防情報メールというものを出しています。これは、2日先まで、熱中症の、ま、指標の、ま、これぐらい高いと熱中症出るのが危ないよっていう、示す数字である、暑さ指数について、メールでお届けするような中身になっています。で、まあ、こちらの地図はホームページでいると見ることができますし、あとメールの配信サービスに、登録しますと、それぞれのお住まいの地域を選んで、その地域で、どのような、将来ですいません、2、3日後の予測になっているのかというのを、お知らせしてくれます。で、まあ、メールの配信の中身では、例えば、明日警戒、レベルになりますよとか、注意レベルになりますよっていうのをお知らせしてくれるようなメールサービスがございます。で、こちらの、今画面に出ている QR コードの方からもメールサービスに登録することができますので、もしお手元にスマートフォンがある方は、ぜひちょっとこの QR コードを読み込んでいただいて、で、まあ明日からのその暑さどうなるかなと、いよいよまあ7月に入ってどんどん暑くなってくるかと思いますので、またメールに登録していただいて、で、まあ明日は暑いので外での活動を少し短くしようかとか、そういった対策に役立てていただけたらありがたいなと思っています。では次お願いします。はい、ちょっと文字ばっかりのスライドで申し訳ないんですけど、その他、大阪府の、施策としていくつか暑さ対策のものがございますので、簡単に読み上げます。例えば、エアコンですね、府立の高校20校に、入れて、まあ、夏暑いっていう時には、弾力的にちゃんと運用していきましょうっていうことであったり、暑さ指数というものを測るような、仕組みも、やっております。また、民間の企業の方と連携して、ポスターを貼ったりとか、セミナーをするということもやっておりますし、保健所などで、熱中症の事故についての、周知というのもさせてもらっています。で、まあ、環境省で作ったリーフレットの配布なんかも、私たちの方でさせてもらったりとありますので、まあ、こういった、情報を中心に、今後も、暑さ対策っていうのを進めていければいいかなと考えているところです。次、お願いします。はい。で、今年度からは、実は熱中症警戒アラートという新しいものがスタートしております。こちらは、環境省と気象庁の方から、熱中症の指標である暑さ指数が一定の値を超えるとですね、明日大変なことになりますよ、みたいな、ちょっと、警報を鳴らすというような仕組みになっておりまして、こちらについては、後ほど、岡さんの、講演の中でも触れていただこうと思っておりますが、発表された時にはこういう形で、行動しましょう、みたいなことも、いろいろと提案されてますので、そのあたり、もう少し詳しく知っていただければと思います。では、次お願いします。で、こちらは、気象庁の方で、発表されております2週間気温予報というものでして、2週間先まで平年の気温と比べてどれぐらい高くなるかっていうのを、見ることができます。こちらホームページで見ることができますので、先ほどの、メールのサービスは2日先までの、暑さ指数になっておりますが、こちらは2週間先
までどれぐらい気温が高くなるかっていうことを知ることができる仕組みになっておりますので、まあ、少し先の情報であれば、こういった情報なんかも活用してもらえればと思います。次お願いします。はい。で、それ以外にも、気象庁の方からも、熱中症の対策を取るための予測情報というのを、出しておりますので、もしよろしければ、気象庁のホームページの方にもアクセスしてもらえればと思います。で、今、前の方、すいません、スライドの中に、気象庁のホームページの、アドレスが入ってるんですけども、こういったアドレスが入った資料なんかも、後ほど、大阪気候変動適応センターの、ホームページの方で、公開いたしますので、また、ご覧いただければと思います。